ポルコ行こう、ピークちゃん。泣き止んだらすぐ来い。ああ、おはよう、ポッコ。ピーク、何やってんだよ。こっちの方がしっくりくるんだ。びっくりさせちゃった？普通に立って歩けよ。どんな作戦を告げられるか楽しみだ。例えば4人の子供に全てを託すとかね。ねえか、ポッコ。艦砲射撃を食らった人をいじめちゃダメだよ。その名で呼ぶな、ピグ。疲れた。久しぶりに会った気がするな。ええ、戦場じゃいつも一緒だったろ。まあしばらくは休めるだろう。だといいね。楽しんできたか。あれ、ファルコは？あ、さっき知り合いを見つけたとかで。ど、今日はご機嫌なんですかね。何をしている、行くぞ。どうした？マガト隊長はどこに？ファルコ！いってやら、クソ。なんだよこれは。戦士を拘束する仕掛けだろうね。ああ、最悪圧死だ。あのノッポの兵士、何が目的だ？わからない。でもあの兵士、外で一体何が？この地響き、巨人同士が戦ってるみたいだね。そんなわけが。私たちがここに拘束されていることが答えでしょ。早くここから出ないと。先に言っとくぞ。待って、ポルコ、少し様子を見てから。なんだ。奴さえ仕留めれば、シーソさえ。何をビビってんの、ポッコ。ああ、私たちが焦る必要はないよ。今この戦場を支配しているのは私たち。今その切り札が目の前にあるんだぞ。だから慎重に駒を進めようって話なの。ベルトルトは巨人を奪われていた。くそだ。ピークを守れ。なめんな、悪魔ども。戦場にピークまでやられたのか。そう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 だ。片立って、よろしくねー。